全長 5.0M 弱、最高出力 673PS の高級セダン。中国のスマートフォンをお手、シャオミ、シャオミ、小語名は ?2024 年前半に同社初の EV、電気自動車を発売予定だが、正式発表に先駆け、そのエクステリアデザインが明らかになった。このモデルは、SU7 と呼ばれる電動セダンで、 ボディサイズは全長4 9 9 7ト、mm、ル、全幅1 9 6 3ト、mm、ル、全高1 4 4 0ト、mm、ル。ホイールベース3 0 0 0トル、車重は最大2 2 0 5ラムとされる。中国の政府機関である工業情報株、ミッドが、オンラインで公開したホモロゲーション用の資料では、 SU7 のデザインと仕様の一部が確認できる。中国カーニュースチャイナ市の報道によると、SUV の製造は老舗メーカーベイクが受け負う予定だという。パワートレインとしては、最高出力 299PS。最高速度時速 210km の後輪駆動モデルと、最高出力 673PS。 最高速度時速 265km の四輪駆動モデルの2種類が用意される。エントリーモデルには BYD 製の LFP リン酸鉄リチウムバッテリーを。上位モデルにはキャトル製の三本元系 NMC。ニッケルマンガンコバルトバッテリーを搭載する。ただし、バッテリーの容量と後続距離はまだ確認されていない。 可動式リアウィングやライダー技術も装備されるようだ。19インチと20インチのホイールが用意され、245、45R19 と245、40R20 のタイヤが装着される。スマートフォン販売台数でサムスン、アップルに次ぐ世界第3位のシャオミが、EV の製造計画を明らかにしたのは、 今年初めのことだった。共同創業者で CEO の霊淳氏は、北京で開催された第14期全国人民代表大会全人代で、シャオミの自動車製造計画は予想以上に進んでおり、プロトタイプの投機テストに成功しました、と述べた。霊氏はまた、 2022年に EV 部門シャオミオートモビルに30億元。約625億円以上を投資したことも発表。研究開発部門のスタッフは2300人以上に増員したという。SU7 の価格について推測するのは時期尚早だが、中国メディアの報道によると、クラスとしてはミドル。 ハイエンドに位置づけられるようだ。霊氏は以前2025年に発売予定の SUV を含め、最大4車種を開発していることを示唆していた。シャオミのモデルを製造する工場の建設は、2022年に北京で始まった。